なってしまっても避けられるような使える方法を見つけました。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。3月26日は一粒万倍日がやってきますね。一粒の重みが万倍にも実る日なので、本来は行動したことが万倍に大きくなる日なんですが、実はこの日、3月の要注意日とも重なっているんですね。とても珍しいです。要注意日にあまりやらない方がいいことをやることは、例えて言うと、お出かけをした時に、今日はやたらと赤信号に引っかかるな、っていう感じで、なんだかスムーズにことが運ばない感じです。さっきの信号に引っかかってなかったら、電車に間に合ったのに、みたいな。そんな日ってありますよね。何かスムーズにいかないというような、そんなイメージです。ただ、絶対に嫌なことが起こるというわけではないんです。普段から開運行動をしている場合は、基地も溜まっていると思いますから、安心して過ごしていただけたらと思います。これまで要注意日は避けられることは避けて、重なってしまった時は気にせず、他の時に運気アップのアクションで基地を貯めるとお伝えしてきたんですが、予定が重なってしまっても避けられるようなもっといい方法はないかなって思って、今日も避けられるし、せっかくの一粒万倍日ですから種まきがしたいなっていう場合にも使える方法を見つけましたので、いつもより要注意日も過ごしやすくなるのかなと思います。この日に避けた方がいいことと対処法、そしておすすめの過ごし方についてお話をしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。この日は12色は破る、所持が不利になる、物事がうまくいかない要注意日で、この日基地となるのはお家の取り壊しくらいです。28色は老で、結婚の相談事や契約などは基地となっています。通称を見ると、強人に100時に今日の月波と大毛が両方入ってるんですね。この影響が大きいようです。月波と大毛が重なった日は、基本的にはお仕事や家事などはやることをやった後は体を休めて自分を大事にする日に使う方がいいんじゃないのかなと思います。前歴を見ると、3月26日は金102、白い風、黄色い人、音11で、音11は信念を貫いたり革命を起こすエネルギーが強い音です。そのため改革というのは、今あるものを一旦壊すことが必要になるため、マヤ暦も破壊や大きなエネルギーを表しています。対応する暦は水卓節、固執したり無理をしたりやりすぎるなど、度を越すことに気をつけてといった感じです。ほどほどを心がけるといい時です。状況に抗わず流れに身を委ねる方がうまくいくかなという感じです。26日は全体的に勢いが強い感じがしますね。例えて言うと、ポテトチップスの袋を開けようとしたら勢いが強すぎて袋が破れて全部こぼれてしまったみたいな、思っているよりも強い力が出すぎてしまうような感じです。極力大きいことや新しいことは別の日に見送る方が良さそうです。26日に避けるといいことは、友達と会ったり飲み会やデート、新しく勉強をスタートさせることです。ビジネスの販売開始や新規発表など、商談、大きな買い物、ローンや契約ごと、支払い関連もずらせたら26日は避けた方がいい日です。お出かけ、旅行も向いてないですし、神社で祈願してもらうのも別の日の方がいいです。美容系の整えること、お掃除もいつも以上に大掃除をするのは控えておいた方がいい日です。極力大きなこと、新しいことを起こさない方がいい日なので、一番のおすすめは、仕事や予定が終わったらお家でのんびりしたり、次の開運日に行動するために準備する時間に使うことがおすすめではあるんですが、大事な予定が重なってしまった場合の今日は避けて基地を貯める対処法をお話ししていきますね。この日のマヤ暦の白い風と黄色い人は感動がキーワードなので、心が動くような本や映画を見たり音楽を聴くことはおすすめです。通勤中や家事の合間に好きな曲を聴くのはこの日の運気アップにつながります。感動は
泣くようなこと以外でも心が動くことがポイントなので、笑うことでもときめくことでも大丈夫です。美味しいものを食べることも幸せを感じていいかもしれませんね。この日の運気アップは自分の気持ちが盛り上がるようなことを取り入れることです。心が動くこと、五感が喜ぶことがポイントです。これでベースの運気を上げつつ、要注意日の中でも運気のいい時間にスタートするだけでも随分と今日を避けられます。もしかしたら明日デートに行かれる方もいらっしゃるかもしれません。仕事じゃないといえ、だからといって辞めるわけにもですよね。せっかく休みがあったのに、せっかく会えるにとかいろいろありますよね。出勤も必ずしないといけないとなると、いい時間に出かけることで緩和できたら要注意感がなく過ごせるんじゃないのかなと思います。というわけでいい時間を探してみたところ、26日は午前の7時から8時59分が今日になる神様が少なくて、外出ビジネス系に関する吉人が複数入っていますから、この時間に出発するとかなりいいと思います。通勤通学の時間と重なる方は結構多いんじゃないのかなと思います。午前の7時から8時59分は転換期神事という100時ミラ吉になる神様がいます。特に参拝お出かけがいいんですね。他にもお出かけが吉となる神様が2人、ビジネス関連が吉となる神様が2人いて、26日の中では一番いい時間です。この時間は参拝もいいので、時間がある方は邪気を払ってから通勤したりお出かけをされると随分といいと思います。この時間より出かけるのが遅い方は、もしできるようだったら早めに出かけられたらおすすめですが、難しい場合は無理せずにお家で鼻歌を歌ったり音楽を聴いたりして、この日のエネルギーを取り入れて、それから出かけるのがいいかなと思います。一粒万倍日の種まきも午前7時から8時59分の間にできることを取り入れておくといいと思いますよ。今日会う相手に連絡するとか、ちょこっと調べ物をするとか、やりたいことにもよりますが、すぐできる小さな行動で種をまいておくことがおすすめです。そして予定によって吉となる神様が変わりますので、それぞれの予定によっていい時間が変わってくるんですね。なので一概に言えないところはありますが、26日の夜の21時から23時59分も吉となる神様が多いので、この時間も緩和されそうです。人と会ったり出かけたりなどがこの時間もありかなっていった感じなんですが、ただ遅い時間なのでできることも限られると思いますので、夜型の方や泊まりとか次の日休みの方なんかはこの時間を使うのもいいと思います。勉強や趣味などはぴったりですね。友達との連絡やズーム飲み会なんかも21時を過ぎてからやるといいですね。まとめると26日を見ていくと、できるだけ必要以上のことはせずゆったり過ごしたり、次の幸運日に備えることがおすすめです。1日を通して午前7時から8時59分の時間がいいので、家を出るのはこの時刻にできるといい運気でスタートが切れる日です。一粒万倍日の種まきも一番いい時間です。次は夜の21時から23時59分、この時間もお友達と連絡を取ったり、一粒万倍日の種まきをするならこの時間がいいかなと思います。相手のあることはなかなか動かせないと思いますので、その時は心が動いたり五感が喜ぶような音楽を聴いたり、本や動画を見たり、美味しいものを食べたりして運気アップすることがおすすめです。いつもの要注意日と比べると少し選択肢が増えたのかなと感じます。要注意日の運気アップはこれからもいいものを探していきます。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。